めちゃめちゃにひっくり返った。美容師だからね。パクんなよ、俺のクリエイティブ盗むなよ、俺の顧客だぞ、1号店だぞ俺の。僕も何が何でも絶対に勝たなくちゃいけないっていうところがあまりにも強くて。じゃあそれお兄さんと何が違うの、教えてくれよ違いを。このチャンネルは人生を変えることを決意した奥越社長の養成記録である。今回も北原は事業相談の現場に向かっていた。コロちゃんもありがとうね、お世話してくれて。とんでもないです、はい、ありがとうございます。はい、では北原さんお疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。今日ですね、ちょっと声、事業相談連続、セミナー連続でちょっと声やられちゃってます、はい、だいぶやられてます。だいぶね、やられてます、はい、なのでちょっと今日の動画は過去一番はい聞きづらい声出します、はい、でも一生懸命ね喋るので、はい、ぜひ聞いていただきたいなと思います、はい、非常に喋りにくいです、はい、よろしくお願いします。お願いします、はいはい、今からちょっと向かうのが、はいはい、事前にちょっと店舗をやられてる方。そうなんですよ、森井さんという方です、はいはい、森井さんですね。どういう方なのかというと、今回の応募者は森井さん。美容室を経営しており、北原の顧問区画にて事業構築を学んでいる北原の教え子でもある。2日間にわたるスクールの合宿を終え、満身創痍の北原だったが、その状態でも彼のもとを訪れるのには訳があった。売上を上げていっていると、はい、で彼の目標はね、僕と一緒に仕事したいんだって、うんうん、光栄なことだよね。ですごく一生懸命にいつも情熱を伝えてくれるから、はい、じゃあちょっと店舗1回行くねっていうことで、その森井さんの大阪の店舗にこれから行くために移動してます、はいはいはい、またちょっと現地でお話しさせてもらえればと思います、はい、現地で、はいはい、森井さんは1月に行われた北原主催のイベント本気フェスでその思いを語っていた。今回僕が本気の思いを伝えたいのは北原さんです。その理由が、僕自身美容室の仕事をしているのですが、3年前に独立をしてスタッフは自分一人からスタートしました。北原さんの教えで一人でやれることは大したことではない、僕は本当にそう思っています。大事なことは目先のことに集中することだと思っています。それをやらない限り始まらない、何も始まらない。今までと少しだけチャレンジをして、そしていろんな失敗しながら、そしてたくさんの人に裏切られながらも、こうやって楽しく生きられるのは今を生きてるからです。今を集中してているからです。だから絶対にこのフェスに参加させていただき、感謝の思いを伝えて、僕はもう一度死ぬ気で今掴みに行きます。本気の挑戦を今ここからです。また北原さんと競合まで行けたら僕は最高やなと思ってるんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。信明さん、ありがとうございます。お兄さん、あ、すいません、こんにちは。よろしくお願いします。早速森井さんに店舗を案内してもらった。ね、おしゃれ。1店舗目はこうあるべきです、うんうんうん、いい出店のされ方してるんじゃないかなって思います、うんうんうん、はい、でこれであと大事なのが店内ですよ、うんうん、店内を見るときのポイントが、機能面で描いてるものができてるのかと、はい、あと内装費用ですよ、うん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 、これだけ。この内装費用で生きるも死ぬも決まるんですよ、はい、マジで、はい、ちなみに森井さんの店舗は店名は何という店名ですか。シンシアと申します。シンシア、はい、はい、新車屋さんです。はい、はい、じゃあ早速中を見させてもらいます。いいですか。はい、森さんにちょっと案内していただいて、はい、はい、お願いします。森さん、ちなみに、はい、オープンの内装費用はどれぐらいかけましたか。はい、材料費込みで、はい、480万。材料込みで480万ですよ。うまい出店の仕方してますよ。うんうんうん、1000万円で出店するのと、ね、500万円で出店する、まあ、480万、500万円で出店するのでは2倍違うよね、うん、2倍違うと何が違うのかというと、同じ運転資金で勝負した時に、ね、2年間勝負の期間が2倍違うってことなんですよ、うん、非常にねミニマムな出店のされることをしながら、機能面で3席かな、うん、3席ですか、はい、はい、3席ね、かなり広々と使って3席、うん、作られてます、はい、だからうまい出店の仕方されてるなって。ちなみにお家賃はいくらですか。お家賃が9万円で、はい、もう負けようがないです、うん、
森井さんが、はい、プレイヤーとして、はい、ね、売上平均ってのはいくらですか？ここまたゼロからのベースでさせていただいて、はい、今で半年なんですけども120万ほどは。おお、そして半年で120万円。はい、はい、借り入れ返済どれぐらい組んでありますか？はい、自分のもうキャッシュだけでいきました。あ、キャッシュだけでいけちゃったと。まあまあ、うん、いろんな考え方があるわけですよ、うんうん、キャッシュをできるだけ保った状態で借り入れてくるっていう戦い方の一つですし、まあ、キャッシュだけで500出せたってことだったら、うん、別にそれは一つですしね、はい、今の森井さんのメニューは技術単価いくらですか？1客当たり平均で1万5000円ほどです。お客様対応1日約何名くらいやられるんですか？僕は今3名から4名くらいです、はい、約2日間 2.5 日で固定費用はペイできるってことじゃないですか、うん、もちろんこれにね、電気代、水道もありますし、うんうん、材料代とかっていろいろ入れるわけですけれども、まあ、フル稼働で3日間で、地代はペイできるってことですよね。うん、場所代、固定費っていう、そういう部分ではね。はい。堅実じゃないですか。うん、はい。こういう考え方、すごく大事なんですよ。うん、で、これで、森井さんが今、20万売り上げるわけじゃないですか。はい、ってなった時にね、120万売ったら大体毎月どれぐらい残るものなんですか？40-50万は、はい、起こると思います。はい。ってなった時にですよ、この40-50を求人、そしてスタッフの雇用にかけるのか、夜の飲み代にかけちゃうのかでは、うん、未来全然変わるわけですよ、うんうん。で、どうしても生活レベル上げるとか、ね、否定はしないですよ、うんうん。夜の飲み代も勉強かもしれないです。ただ、本当にどこにお金と時間をかけるのかによって、未来って全然変わるわけですよね。それをちょっとお話しすれば。ね、させていただければと思いますけど、森井さんとね、はいはい、うん、森井さんの店舗は出店費用や家賃を抑え、固定費を最小限にとどめることで堅実にビジネスを展開している。ちょっと僕があまりにもケチすぎて、はい、シャンプー代が斜めの方がちょっとお安くなったので、なるほど、ちょっと斜めに。いやでも大事ですよ。だって僕だって一番最初水回りセットアップして一番1号店ね、はい、シャンプー代2台入れなかったの。2台設置できるようにしといて1台しか入れなかった。こちらのシャンプー代はおいくらだったか覚えてらっしゃいますか？このシャンプー代が多分業界で一番お安いシャンプー代で、はい、10万円ほどだったと思います。安いよね。いいと思います、うん、はい、1店舗目でね、だって勝負できてるんだもん、うん、ね、うんうんうん、とはちょっとあるとすれば、うん、後ろがバックヤードというか、はい、部分ですね。ミニマルすぎて申し訳ございません。いやでもね、僕の1号店より全然素敵。マジで。僕の1号店のね、1号店、もうね、バックヤード開けるじゃん。はい、開けて、そこに洗濯機あるよね。で、ここでこうやってご飯食べる。で、ご飯食べてると、もうね、バックヤード開かない。なるほど。そう。もう一人、ほんま一人専用。ほんま一人。本当にそう。だから全然素敵。ちゃんと俺もそういうとこやってきてるからね。どうしても1点だけ。あえてツッコミを入れたいです、はいはい、思ったことをちょっと言いたいです、はい、この鳥はリピート率を呼び込むずっともう なんでって思っててずっと、はい、お願いします、はい、本当があまりにもそのものとかそこまでセンスがないので、はい、あの鳥さんあればちょっとおしゃれに見えるかなと思いました。なるほど、はい、おしゃれポイントアップですね、はい、確かにだとひときわ確かにひときわ際立ってますそうです、はい、これは森井さんが選んだんですか？あ、そうです、森井さんが選ばれたんですね、はい、森井さんがおしゃれだと思って選んだわけですよね、はい、だからおしゃれなんですよ。なるほど。店内の機材もできるだけ価格を抑えつつ過ごしやすい空間が作り上げられている。ちょっと今伺った内容から僕だけ一個だけ質問いいですか？お願いします、はいはい、まさに今シャンプー台とか見てる時に結構自分がケチいんでとかっていうお話もされてたと思うんですけど、森井さんがこうなんか固定費を抑えようとか自分のそのケチに行こうみたいなのを思った理由とかはあったりするんですか？出店する上で。もう僕はその北谷さんを教わさせていただいたもう仕組みさえあればお客さん満足できるっていうのは僕はもうそのここオープンする時からずっとシフトしてましたので、今後僕は絶対大きくなっていきたいと思ってますので、絶対に1円でも費用を抑えてちょっとでも会社に貯めて大きくしようと思うためにさせていただきました。堅実的にちゃんと伝えたことをちゃんとやろうとしてくれてる方、うん、もう人生をかけた最初で最後の出店ですってなったらもうちょっとかけてもいいんじゃないですかっていう風になってくるかもしれないよ。でももともとモリーさんは目標で1店舗目で終わりたくないって言ってるわけですよ、うんうん、じゃあここで必要なのって
ビジネスモデルの再構築、構築と、ね、今まで美容のスキルがあります。スキルを事業にして、事業を会社にしなきゃいけないの。うん、できるから仕事にして、ね、事業にして会社にするっていう組織マネジメントを作っていかなきゃいけないんだよね。うんうん、ってなった時に、ここでやるのは、お金をかけるのは内装費じゃないのよ。うんうんうん、ね、1店舗目でやらなきゃいけないのは、コアだよね。ルール作り、仕組み作りをちゃんとガチガチに決めなきゃいけない。うんうんうん、ってなった時に、当然家賃は安い方がいいし、固定費用安い方がいいしね。はい、いつでも、どのようになっても、ね、やり直しが効く最低限のミニマムラインでいった方がいい。うんうん、っていうような考え方です。なるほど、はい。北原の教えを忠実に守り、堅実に事業を積み上げる森井さん。北原の口からは何が告げられるのか。森井さん、まずですね、出店されてからの、はい、これまでの8ヶ月間の売上状況推移を簡単にちょっとお話ししていただけますか。自分で01の再現性をちょっと確認、はい、したかったので、はいはい、ホットペッパーの集客で毎月100人ほど集客させていただいて、はい、そうですね、毎月、はい、それは新規さんもリピーターさんも入れて、あ、もうリピートはもう来られない状態だったので、はい、もう全て新規さんで、はいはい、そこから順調よく、まあ、ずっと100万円ほどはキープさせていただいてるっていう状態です。はい、わかりました。そのホットペッパービューティーさんの活用方法っていうのも一生懸命研究されたわけじゃないですか、はい、でそれはスキルやノウハウっていう形まで森さんが使いこなせるような状況になったと思います。それね、顧問として来ていただきながら、はい、すごくホットペッパービューティー研究して見てるってことの報告もらったりとかね、して一生懸命ものにされたじゃないですか、はい、どんな風に研究していったんですか。その研究の姿勢の部分でノウハウは言わなくていいので、ホットペッパービューティーをもう北海道から沖縄まで全て見ました。すごいね。何店舗ぐらい見たんですか。だいたい5000ぐらいはあったと思います。はい、見てて大事なのって何だと思いました。一言で、そんなにあのノウハウを展開する必要ないので、はい、何が大事だっていうふうにフラグが立ったんですか。来てもらえる入り口のところをしっかりとあの僕は絞って、はい、じゃあそこがすごく当たったっていう感じです。はい、なるほどですね。じゃあこの当たりは今感じてるじゃないですか、はい、再現するこの先も作っていかなきゃいけないですよね。はい、はい、っていう風になった時に、まあこのエリアでね、しっかり集客ができています。きっと他のエリアでも再現性は僕はあると思うんですよ、はい、じゃあ次なる課題、今の課題って何だと思いますか。そのお客様 の、 あのリピート率と、はい、あとはその新しいスタッフが来られた時にも、はい、そちらの再現性があるのかを確認しています、はい、今スタッフさんはいる状況ですか。はい、はい、何人いますか。今僕含めて2人です。はい、ありがとうございます。スタッフさんの利益いくらになりますか。今までハサミ握ってなかった。おお、そういう子を採用したんですが、はい、なるほど。じゃあハサミから教えていただけてるんですか。あ、そうです、はい、10月に入社していただいて、はい、あのまあ、1ヶ月で来てもらえるように、はいはい、プラスカウンセリングも。なるほどですね。なんでその人だったんですか。自分のこのマニュアルがどこまで仕組みで落とせるのか、はい、ちょっと再現したくてさせていただきました。はい、OK、はい、です。デビュー、目標デビューはいつですか、その方は。もう11月からデビュー。お、もうしてる。はい。おー、なるほど。今、現時点の売り上げってどれぐらい上がってるんですか。あ、売上が今まで、はい、あの18万円ほどです、はい、あ、素晴らしい、早いですね。はい、リピート率っていう部分で短い予約は取ってますか。はい、はい、86% 悪くないね。全員新規さんですよね。はい、そうです。はい、めちゃめちゃ優秀じゃないですか。ありがとうございます。はい、何も今のところ突っ込みどころというか、あと賞賛しかないです。素晴らしいなと思いますね、今のところはね。はい、はい、スタッフの売上生産どこを目標にしてますか。売上はいくらぐらい目標になってますか。今後ちょっと北原さんともそこはあの、はい、しっかりとお話をさせていただきたいんですけども、はい、今90万円ほどで、はい、くらいの目標にされている、はい、今森さんの描く働き方をすると90万円のお仕事をされる時に月のお休み日数っていうのは何日取れるイメージなんですか。今の週休2日でさせていただいています。はい、何時出勤の何時上がりぐらいのイメージされていますか。一応今9時半から、はい、まあ、16時ぐらいまで、はい、ですね、はい、16時までで90万ぐらい売上が上げられそう。あ、そうですね。この方はパートの会社なんで、はい、大体70万円ほどかなとは。それでも70上げられたら素晴らしいですよね。じゃあ今のところ、はい、僕とお話しさせていただきながらビジネスモデルを構築しました、集客方法を構築しました、
で、マニュアルを使ってくれる、美容師さんを採用してデビューしていただきました、はい、で次回予約は今のところしっかり取れてます、はい、じゃあ次の課題は何ですか。次の課題は北原さんと一緒に話し合いさせていただいて、はい、仕組みで OK が出れば僕は本当にもう全国展開していきたいです。はい、はい、OK です。じゃあもう一つの課題が今度人を入れていった時の店内のルール構築、はい、組織のルールですね。チームを組織に変えていかなきゃいけないわけですから、はい、今後森さんが店舗展開しようとなった時に、はい、店長は置くのか置かないのか問題、はい、そして、従業員の方々の働き方、上下関係は作るのか作らないのかとか、どういうようなルールにしていくのかってことをちょっと構想をお話しいただけますか。はい、僕は店長は置かなくていい主義だと思ってます。はい、それもちょっと北原さんからずっと教えていただいてるんで、はいはい、あとはもう本当に求人だけが今後の自分の戦い方かなとは思ってますので、はいはい、そこをちょっとこれから本当に切磋琢磨して、はい、死ぬ気でやっていかなきゃいけないですよね、はい、面談させていただいてる時にいつもの報告もいただけますか。はい、はい、先月の10月の売り上げなんですけども、はい、149,290円です。はい、新規の次回予約率が 77% です、はい、で最大のお客様が65人来ていただき、はい、一応60人予約をいただきました、はい、でそこで最大の方が 92% で、はいはい、まあ、合計が83名来ていただけて、はい、74人の次回予約をいただけたので合計 89% です。はい、わかりました。もうでももう隙間ないんじゃないですか。そうです、もう隙間がないので、でも当日にちょっと予約のキャンセルとかもあるので、あー、なるほどですね、はい、そこをもっとあの仕組み化しなくちゃいけないっていうのがすごく自負しているところで、はいはい、もっともっとうちのお店の価値を提供できるために、はいはい、他では真似できないちょっとカウンセリングのあれを作れたので、はい、多分もうこれからお客さんキャンセルはないなと思うぐらい強く固く、はい、させていただきました。わかりました。まあ、他には何かありますか。今後の来たらですね、その10月の時にあの取り組みと姿勢のところで、僕はもう絶対に北原さんとやっていくってことはもう自負してますので、はいはい、その生活リズムをやっぱりもっと改めて、そのこれからしんどいこともたくさんあることもあると思うんですけども、はい、もっともっと追い詰めなくちゃいけないと思ったので、そんなに追い詰めなくていいよ。でもう絶対に北原さんとさせていただくイコール僕はもう絶対にあの命かけてると思ってますので、はい、なんでもっともっとこんなもんじゃないと思ってますし、自分が、まあ、もし北原さんにチャンスいただけるんであれば一緒の会社させていただいて、あのもっともっと強い組織僕は作っていきたいっていうのと、僕自身がやっぱり北原さんのそういう考えが僕もずっとあるんで、だからそこは強く思います。なんで僕がもっともっと勉強しなくちゃいけないと思ってます。ずっと告白されてますもう出会った時からずっと告白されてます、うん、はい、森井さんの気持ちもすごく嬉しくて、森井さんの姿勢も好きで、だけどちょっと森井さん落ち着いてねっていう部分もこれから教えていかなきゃなって思ってるんです。森井さん今おいくつでしたっけ。33です。ね、ね、若いよね。でも僕焦らないでほしいんですよ、ね、どうしても鼻息荒くなっちゃうのがすごくわかるし、少しでも少しでもっていうね気持ちがとても嬉しいです。でもやっぱりビジネスって作るべきものをちゃんと作って運用していかなきゃいけないわけですよね、はい、この時に焦りってやっぱり禁物なんです。でもそれはゆっくりやれよっていうことじゃないんですよ。抑えなきゃいけないことを、点をちゃんと抑えに行く戦い方をちゃんとしていかなきゃいけないよねっていうことなんです。でちょっといくつか聞かなきゃいけないけど、 YouTube チャンネル別の方のやつ出てたじゃないですか、はい、あの何々の虎的なね、令和の虎じゃないんですけど、はい、美容業界でそれをオマージュされたようなチャンネルに出られてたじゃないですか、はい、あの時にちょっと気になったのが、誰かに出資は受けたんですか。受けてないです。あら、じゃあ特に誰かと何か契約書を結んだとか。あ、もうないです。そういうことはないわけですね。はい、はい、契約書も入ってないんですけど、その僕の前の兄の会社の、あ、お兄さんとね、はい、ちょっとその背景を少しお話しいただくと、はい、お兄さんと、はい、お兄さんが立ち上げられた会社で、はい、ね、プレイヤーとして従業員の教育もしながら働かれてたわけですよね、はいはい、お兄様との会社とどういう契約になっているんですか。あ、ね、今はもう一応もう全て、はい、去年に解消させていただいたんですけども、はいはい、店舗出店するときに、はい、その時はやっぱり僕兄がやっぱり日本一のそのオーナーさんになってほしいと思う気持ちでさせていただいていたので、はいはいはい、
マンションとかの賃貸の保証人になってほしいって言われたんですよ。あ、なるほど。それは店舗のじゃなかったですか？店舗です。あ、店舗のね、保証人に。はいはい。で、自分やったら全然しますっていう感じさせていただいたんですけども、今、こうやってもう枝分かれして、もう、はい、もう僕はもうシャットアウトしてるので、今もシャットアウトかなと思うんですけども、はい、そこを僕は今すごく、一応外してねとは言ってるんですけども、はい、そこをなんかからくりしてるなと僕は思ってるんですよ。はい、ここを契約するときに一応不動産の方に聞いたんですよ。はい、その保証人って僕、ちょっと熊本の店舗になってるんですけども、これってあのヤバい系保証人ですかって時に当たり前ですよって言われたので、はい、そこを僕はその弁護士でも使っても、はい、絶対に書いていただきたい、はい、はい、ちょっとね、はい、OK です。僕が許せないのがやっぱりいつも嘘つくんですよ。嘘つくプラス後回しにするんですよね、はい、自分の嫌なことは、はい、だから僕はもうついて いかんとこうと思ったので、はい、一応まあ親にも言ってたんですよ、はいはい、もうあの、北田さんって今こうやってさせていただいてるから、もうこの辺はもう絶対言っといてね。はい、その、はい、親に言うことはないんですけども、はいはい、もう僕とはもう連絡取らないので、じゃあ言っといてねと言ってたんですけども、多分言ってない感じだったので。なるほどですね。だからその、難しいな、これね。ちょっと僕すごく発言悩むんですよ。何が正解で、何が不正解かってわからないからね。そしてこれは別に犯罪とか何でもないからね。はい。うん、セオリーとしては、会社でテナント契約して代表者の個人が保証人になるとかね、はい、でそれがどうしてもできないっていう時に確かに親にお願いしたりだとか兄弟間でお願いしたりとかっていうのはあるわけですよ。昔一緒に仕事する前っていうのは関係値ってどんな感じだったんですか？普通に仲のいい方な兄弟だと思っています、うん、なるほど、はい、仲が良かった、はい、うん、仕事の流儀がちょっと違って、はい、はい、それで結果として離れてしまったってことですよね、はい、最後、一番最後本当に死ぬまでにぐらいはってあるわけですよ、僕の中で、はい、うん、だってずっと仲悪いのってちょっとしんどくないって。いや、僕はもうその憎しみのもとに絶対に憎しみをもとにね、はい、させていただくっていうのと、いつか北原さんと兄が一緒になんか仕事できたらいいなっていう、そんな気持ちでさせていただいてて、でも、はい、お兄さんと僕が、はい、森さんじゃなくて、あ、僕はやっぱり僕はもう2番手でいいやと思ったので、はい、じゃあもっとこの職業を広げていって、ね、はい、今北原さんに相手してもらえるぐらいに作り上げようと思ったんですけども、そこ一応目標にしたんですけども、うん、その対応の悪さとかがやっぱり積もって、はい、僕はもう3年目でちょっと辞めさせて、なるほどね、はい、わかりました。うん、そうだな。まずじゃあお兄さんのことについてはね、はい、これが許せるくらいの器になってっていただきたいなって思うわけですよね、はい、最終的にその出来事があったおかげでっていう感謝に回ってもらいたい、最終的にでいいのかね。あともう一つが、どっちの方が正しいかじゃないんだけど、はい、どこで見るかなんですよ。プレイヤーとしては森井さんの考え方が正解、でも経営者としてはお兄さんの考え方も不正解とは僕は言えないわけですよ。後回しにできる時、要はその今やらなきゃいけないことと後でいいことって、やっぱ経営者軸とプレイヤー軸ってやっぱ違うわけですよね。森井さんが求人ページから来ていただいた時に、僕は森井さんを多分採用しないと思う。なぜならば思いが強すぎて扱いづらいっていう考え方なんですよ。経営者が二人になるぐらいの思いをぶつけ出しちゃうから。僕が修行していた店舗のオーナーに対しての思いとすごく近い。うん。多分ね、扱いづらかったんじゃないかなって。この人日本一にしたろうと思ってたから。で、僕はこう思います。僕はこう思います。僕はこう思います。って言って、経営者の結局、二番手っていうのを超えてしまって、意思決定までこっちにさせようとしちゃったからね。ってなった時に、もしじゃあ、そういう状態に僕がお兄さんの立場だったら、ね、森井さんと一緒に勉強した上で、森井さんに理解していただいて、自分のことをもっと話して理解してってもらいながら、ね、関係性を保つのか、思いを受け取った状態で手のひらで転がすのか、距離を空けるのかっていう、この三択にどっかに落とす。ってなった時に、お兄さんは、ね、距離を空けるっていう判断を取ったんじゃないかなと思う。だから経営者だなと思った、話聞いてて。どっちが正しいかっていう、そういう話じゃないの。自分が、どんな、人と向き合い方ができるのかで、このカードは増えるし、減るし、選び方も変わるっていう、それだけ。僕に意見をしてもらえるような状態のところまで人間を上げてくるとき、すごく慎重になってます。
だって大体俺の方が正しいって思っちゃうからね、やっぱり。もちろん意見欲しいよ。だけど、明らかに、やってるもこっちなのよ。データ量もこっちなのよ。経験値もこっちなのよ。ってなった時に、その意見が感情で上げてるのか、確固たるデータで上げてきてるのか。ってなった時に、俺は経営者だからデータ信じるんだよね。事業を作る時は、感情で作るの。でも、それを確かめに行く時っていうのは、データで磨き直していくんだよね。ってなった時に、お兄さんと話してる時は、データで話したの。感情で話したのって言うと。はじめが僕がちょっとそこがおろそな時が、一番目は感情だったんですけども、はいはい、その、この人と話す時はデータだっていうのことを、僕も理解し始めたので、はい、そこで僕も数字をしっかり並べてお話しさせていただいたんですけども、はいはい、ある日のこの境に、その、兄の考えてる、まあ、視座と、僕は北原さんが教えていただいてるので、うん、ちょっとずれっていうか、遅くないっていつもなってしまったんですよ。はい、そのレベルでするんだとか、すごい言語化しなさいっていう向こうから言われたんですけども、全くできなくって、はい、そのキャッシュは、の銀行さんは相手されてたんですけども、使用客は普通の最低限のレベルで求人できない、はい、育成できない、はい、じゃあ何してんのって時に、じゃあもうほとんど銀行までだけだ。と思って、はい、ここは全部自分させていただいたので、はい、なんか嘘がめちゃめちゃ多かったんで、じゃやっぱりこの人のその僕信頼ができなくなるほどね、はい、はい、でもね、そうだな、これお兄さんをかばってるわけじゃないのよ。経営者として森井さんはね、考えなきゃいけないのよ。根本のね、考え方として、はい、じゃあお兄さんと二人で立ち上げた店舗ですか、会社ですか。兄が立ち上げて、はい、僕が一人からスタートした感じです、はい、結果としてお兄さんのここにいたのは何年ですか。2年と11ヶ月くらい、はい。じゃあその2年と11ヶ月で、結果として何店舗になったの？僕この行ってる時で15、6店舗です。直営で出したんでしょ？はい。じゃあこれ経営者としては、ちゃんとカードを使い切ったっていう判断をするの、僕は。森井さんがどう思ってても。森井さんが抜けてから、お兄さんの店舗って何店舗ぐらい追加で出店したか覚えてる？わかる？今多分20店舗ぐらいなので。はい。つまり、仕組みで伸ばせるようになったってことなんだよね。森井さんにこれね、いろんな考え方があるよ。僕はそういうことやらないよ。今のところはやってきてないよ。だけど基本的にスタートアップで仕組み作ってスケールさせるってなった時に、創業メンバーって癖がすごく強くなってくるから、一回全員切っちゃうっていう考え方もあるってなった時に、今ねお兄さんはビジネスモデルを弟の力を使って作っただけなんだよ。でそして弟が、森井さんがね、勉強してって形を作ってって、ね、一生懸命仕組みを森井さん作って、弟が作って、ね、これじゃあ、弟じゃなかったら何の問題もないんだよ。一従業員だったら、これが弟だっただけなんだよ。お兄さんは、ちゃんと弟としてじゃなくて従業員として見てたって、それだけだよ。結果として、出店の仕組みを作って、森井さんが抜けても追加出店してってるんでしょ？あとは、お兄さんが描いてる事業計画書の通りに、成長してるんだったら、早いとか遅いとかは決めない。事業計画書に対して早いのか遅いのか、これだけ。だからちゃんと経営者やってるじゃんっていう。経営者フェーズで見るとね。はい、うん。でね、ものすごく森さんのね、思いは受け止めたいし、ま、はい、っすぐだなっていうのが、うん。ってなった時に、俺も経営者だよってこと。なんならこれ、俺は援助の方に回って、森さんが言うことに対して、アドバイザーとしていた方がいいんじゃないって思ったりもするわけよ。思いが強すぎるから危険を感じてるの。すごく。北原さんはこうあるべきっていうのができてきてるのよ、今、森さんの中で。北原さんはこうでしょ、こうでしょ、こうでしょって。このズレを許せるのか許せないのかだよ。お兄さんの二の舞になるんじゃないかなって。去年辞めさせてもらったんですけども、はい、自分から辞めるっていうことを一応言わせてもらったんですけども、はい、そのまま今のお店でなんか成功を求めるんであれば今のお店だったんですけども、はい、僕はやっぱ正解を求めてしまったんで、はい、やっぱり北原さんっていうのと、はいはい、北原さんのアドバイスがあるんで、やっぱり勝てる自信があるんですよ、はい、おしゃべり、はい、兄とおしゃべった、はいはい、プラスやっぱり利用したって僕は思ってるので、そこがやっぱり許せない。森井さんを利用したってことだね。そうです、うんうんうん、あとは僕はもう嘘とかそういうふうな、さっきの下痢人情、はい、やっぱり僕はもう3年間されたと思ってますので、はい、それはもうお給料部分から全てそうなんですけども、はい、まあ、スタッフに対する約束事もやっぱり守れてないみたいな時に、だから僕は北原さんと一緒に
その、まあ、チャンスがあればお勉強させていただきたいなと思って今は思ってます。はい、うん、です。株はどれぐらい握ってたんですか？ね、そこも本当にあやふやでずっとされてたんですけど、はい、ゼロです。そう、だからね、これは森井さんがいけないのよ。あ、はい、はい、そうです。そう、はい、スタートの段階からちゃんと握らなきゃダメなの。いや、できました。でしょ？それは知識不足じゃん、ただの。はい。知らなかったじゃ済まされない知識不足じゃん。だって自分の守る手段、自分で持ってない状態でお兄さんを選んじゃってんだもん。はい。じゃあお兄さんはどれぐらいの給料取ってるのかとか、ね。こういうところもちゃんと見てった。向こうがいつも口頭で言うだけなんですけども、はい、あそこのところはもう見せてくれなくなりました。はい、オッケー。多分突っ込んでくるだろうなと思ったんでしょうね、はい、もしかしたらね。あ、それ初め結構突っ込みました、はい、やっぱり家賃もやっぱり皆さん嘘ついてたので。なるほどね、それはいけないね。はい、保険の方はありました、はい、たくさんあります。ただこのね、なんで家賃嘘ついたと思う？ちょっとでもやっぱり働いてもらおう、プラス僕がまあ耳が離れないのが美容師っていうのはもうギリギリまで働くものって言ってたので、はい、だからこいつクソやな、そクソだな、だから女が出てきたね、はい、そういう感じが僕はやっぱりどうしても許せなくて、うん、でも20店舗出してるよ。つまりね、何もっていう森井さんのレイヤーとお兄さんのレイヤー違うだけなのよ。お兄さんは手持ちのカードを使って会社を作り、事業を作り、仕組み化まではやってったのよ。森井さんは兄と共に美容室を立ち上げ、森井さんは2番手として支えていた。しかし兄が店舗の家賃を偽ったことや日々の対応の悪さが積み重なり、森井さんは退職。その後兄から連絡を絶たれ、兄は一人で美容室を拡大していった。だがその事業の仕組みを作ったのは森井さんであったことから、仕組みを盗み、森井さんを一方的に拒絶した兄を許せずにいた。で、これね、別にお兄さんをカバーしてる、擁護してるわけじゃないのよ、はい、森井さんが経営者になっていかなきゃいけないの、今後ね。思いが強いってのはすごく大事。でも経営者としてあるべき時、思いの強さがたまにね、判断を鈍らせるのよね。思いも大事だけど、経営者っていうような生き方、考え方っていうのは今後入れていかないと、多分その思いの強さで森さんは人を壊す瞬間が出てくるし、ビジネスを壊す時があるよ。でもちろんお兄さんもそう、立ち振る舞いで人を壊す時もあれば、ビジネスを壊す時もある。今回は立ち振る舞いをミスったから、弟さんが脱却したっていうことね。これをミスなのか計算なのかわかんないよ。そしてそれが正解なのか不正解なのかはお兄さんが決めることだよ。ここで何が言いたいかというと、全部が正解、自分が正解を決めていくだけってなった時に、権利を、はい、ね、実際ある権利を今回はお兄さんに預けた状態で作ったってことですよね、はい、ってなった時に、じゃあ僕もビジネスやるときね、散々裏切られてきたから、実験は僕のもとに手繰り寄せる戦い方をするのよ。でもそれをやった時に、果たしてじゃあ森井さんとやれるのかなってちょっと思っちゃうんだよね。森井さんはまっすぐだから、先に言っとく、森井さんだけに全ての時間を注ぐなんて思ってない、はい、僕の時間を、人生の時間を100等分したら、渡せても100分の1から2くらい、 1.5 くらいだと思うよ。じゃあその 1.5 をどれくらい価値を森井さんが大見つけするのかってなった時に、森井さんからしたら割に合わんと思うかもしれない。思いが強すぎるってのも危険なのよ。でも恨まれちゃうかもしれないなっていう可能性をちょっと感じてる。まっすぐすぎる、いいことだよ。今はよく働くよね、素敵な店長にはなると思う。でも経営者になるのかっていうとね、もっと経営的な考え方で株の扱い方ってことを知らないといけない、うん、僕からもっとこうやって学んで、ビジネスこうやってやってってやろうっていう形で利用してくれるんだったらいいよ。でもそれがね、僕は森さんの中で神様みたいになっちゃってるから今ね、うん、俺は神じゃないよ、一人間だよ。しかもまだまだ全然経営者としても未熟者だよ。人としても未熟、男としても未熟、経営者としても未熟、美容師としても未熟。そこに対してどれぐらいね、未熟な部分を、まあ極論言うと愛せるかっていう部分の、人間ってそういうそのものだと思うから、未熟の部分をどれだけ味わえるかっていうゲームなんだよね。お兄さんの
未熟の部分は味わえなかったってことなんだよね。まだまだ兄も青いな、一緒に成長していこうって思い続けるのがどうなのか、徐々に徐々に恨みに変わっていってしまうのかって、これだけだよ。うん。じゃあちょっと別の話するね。はい。うん。ちょっと森井さんの未熟だなって思うことをちょっと指摘します。一つね。はい。うん。森井さんの未熟な点。これが、この相談を大きく動かすことになる。お店のホットペッパーってどうやって検索したらできますか？シンシア伏せで調べてもらったら出てくると思います。じゃあ、ホットペッパービューティー開きました。こうやって見ててます。ね、はい、素敵なサロンだなって、ね、思います。ね、気になったのはこれだったの。これ、森さんのクリエイティブ？森さんの技術？前の兄の会社のやつです。これをお兄さんどこから持ってきたか知ってる？わかんない。言っとくね。これ、俺の1号店。しかも、俺のお客さん。お兄さんがきっと、俺の1号店のことをね、いいクリエイティブあるなって、いい技術あるなって、俺これ見たときね、腹渡りに食い返った。調子いいこと言ってんだよって。お前だって最低なことやってるやんって。腹渡めちゃめちゃにゆっくり返った。美容師だからね。パクんなよ。発覚した不正に現場が凍りつく。口だけじゃん。何兄ちゃんのこと言ってんねん。俺のクリエイティブ盗むなよ。俺の顧客だぞ。一号店だぞ俺の。何偉そうなこと言ってんだよ。何見てきた？俺から。なんで画像の出所先探らない？なんで自分のお客さんで固めない？なぜ偽る？それとも画像は盗んでいい派ですか？コピペでいい派ですか？見に来てもいいよ。全く同じ景色あるから。俺のお客さんだもん、これ。俺がお客様に許可取って、私のホームページで、私の、ね、SNS で発信させてもいただいてもいいですかって言って許可取って、北原さんのとこだったらこんなに髪の毛変えてくれたからいいですよって、このビフォーアフターってあるでしょ、これ俺携帯で打ち込んだ、俺が打ち込んだ文字。すみません、ありがとうございました。うん、だから一緒にやるのって怖いよね。確かにね、ホットペッパー素敵だと思うよ。実力実績あるよ、集客も美容師さんとしてもまっすぐでもね。でも俺の中では許せないことやってる人なのよ。じゃあさっきお兄さんのこと許せないって言ってたよね。俺に許しを問うかい？お兄さんのこと許せないくせに。お兄さんは未熟だったよね、だから許せなかったよね。森井さんはどうなんだい？出所先もわからないような画像をお兄さんの会社から取ってきて、お兄さんが、まさか北原さんのところの、北原さんがやったお客さんの髪の毛を撮ってるとは思わなかったでしょ。うん。俺は、森さんをね、見てきたよ。時間注いできたよ。時間返せよ。でももうお兄さんに思うことそうだよね。時間返せよ。俺のこれまで作ってきた労働返せよだよね。同じこと言う。時間返せよ。これまで相談に乗ってきた時間全部返せよ。兄のことは許せないけど、俺のことは許してくださいって俺に言ってくるの？それはダメです。じゃあ一緒にやらないって言うよね。だって俺許せないもんね。俺のお客さんだもん。お客さんに申し訳ないこれ。まさかいろんなサロンのクリエイティブコピーして集客してるとは思えなかった。兄の振る舞いがって言ってたじゃん。はい。美容師としての振る舞いはどうですか？お客さんに。お客様にはちょっと全力ではさせていただいてるんですけど、うん、でも入り口となっている広告の集客のクリエイティブ写真、自分で作ったやつじゃないじゃん、自分の作品じゃないじゃん、従業員の作品でもないじゃん、俺のクリエイティブじゃん、はい、これ見つけた時にすげえショックだった。あ、なんだ口だけの人かって。これ最初分かってれば顧問なんかやらなかったのに。さあどうする？お互いに成長のタイミングだよね。
僕は本当に申し訳ないです、本当に思います、申し訳ございません、うん、でも終わり次第その画像をすぐ出荷させていただいて、うん、まあ一から自分のお客様でさせていただくようにします。そうだよね。まずそこだよね。僕の画像だけじゃないよ。お客さん喜ばせてるんでしょ、はい、お客さんの画像で揃えなさいよ、自分の、はい。自分のクリエイティブで勝負しなさいよ。ここに、ね、このトップのね、写真に、自分の店舗の写真って何枚あるの？ここはもう、ほとんどないと思う。そうだよね。はい、店内見てて、ああ、ないなって思いながら見てた。経営者やってるじゃん。徹底的にパクるってやつでしょ？経営者やってるじゃん！してみろよ、反論！絶対仕事一緒にしないけどね、このスタンスだったら。お兄さんのことすごく問いただしてたけどさ、自分はどうなんだい？俺からしたら付き合いに値しない人間だよ。じゃあ森井さんの作ってきたマニュアルとクリエイティブとパクっていいの？使われていいの？自由に。俺からしたら二人とも兄弟一緒だぜ。経営者やってるじゃん、 TTP。 お兄さんだって損切りしただけだって。お兄さんのネットにいたわけでしょ、はい、見てたわけじゃん、はい、このクリエイティブうちの店舗じゃないって気づかなかったの？僕も気づいていたんですけども、今北原さんにご指導していただき、僕も何が何でも絶対に勝たなくちゃいけないっていうところがあまりにも強くて。じゃあそれお兄さんと何が違うの？勝つために家賃嘘ついたお兄さんと画像パクってる人間と何が違うんだよ、教えてくれよ違いを。一緒です。全く一緒でしょ。じゃあどうするの？お兄さんのこと許さない人間は俺に許しようと思うの？僕らは北原さんが言うことが僕は全てだと思ってるんですよ。全てじゃないよ。俺だって間違うもん。経営者としては画像やね、ライティングを持ってくるっていうのは一つじゃないのかなと思いますよ。ただ単純に僕はすごくがっかりして、最初はがっかりしたのが徐々に怒りに変わって腹渡にゆっくり返って、今日どんな話が聞けるのかなって楽しみにしながら、言うことは言わないといけないなって、また僕が成長するタイミングいただいたなって思いました。すみません、僕がすみません、申し訳ございません。うん、でもこんな思い散々してきたから大丈夫。ホームページもパクられた、文章も全部パクられた。今回は一緒に仕事やりたいって言ってくれてた人が俺のクリエイティブ、そのまま俺の美容師としての作品をそのまま使って集客してたって笑っちゃうよね。で、それをやってる人間が兄の許せないことを解いているっていう、ただただそれだけの動画、これは。経営って難しいよね。何が正解か分かんないもんね。森井さんのまっすぐってなんだろうね。許せるようになるといいね、お互いに。だってお兄さん許さないっていう生き方してたら俺も許す必要ねえもん。許せる方が器でっかくなると思わない？結果として森井さんの魅力がより大きくなると思わない？ここで森井さん来たらそれでもいいよ、一緒にやろうよって、許すよって言ってくれたらもっと憧れない？でっかいなってね。お兄さんを逆に憧れさせろよ、はい、売り上げでさ張り合うだけじゃなくてさ、人間の器で張り合わんかい、はい、いいよ別に画像使ってても何とも思わないよ。もう、でもそこは、うん、今後絶対にご迷惑に、迷惑はかかってないよ。気持ちが踏みにじられただけ。お兄さんにだってそうでしょ、気持ちが踏みにじられたのが許せないんでしょ。そこは北原さんのアドバイスの元なんですけども、はい、絶対に迷惑かけることが一番ダメって、もう当たり前のことは違うのよ。もうその考え方が違うのよ。起業家っていう生き物はビジネスを通して人を味わう生き物なのよ。だから今味わってんのよ。
すごい苦い苦い味わいだけどね。サンマの腹渡味わってんの今。兄ちゃん味わってみろよ。ちっちゃいな。画像のことは忘れます。修正してください。はい、お仕事でした。はい、いいよ。特集の部分がちょっとこれ1ヶ月変えれないところなんですよ。トップページの画像はすぐ変えれるんですけども、はい、もしかしたら特集のところでも北原さんのもし画像が、うん、多分今貼ってたと思うんですよ。はい、そこだけホットペッパーのルールね。そうなんですよ、うん、いいよいいよ。すみません、それまたいいよ。あの確認次第ちょっとまた連絡させていただいて、うんうん、後に回すんだね。あ、ちっちゃくあの、すぐアカウント一回解約して削除してもらって契約金払ってもう一回再開すればいいじゃん。後に回すんだね。いや、すぐします。別にどっちでもいいよ。だって待てって言ったじゃん。いや、同じことお兄さん言ってたじゃん。お兄さんとやり取りしてたじゃん。保証人全部ブーメランで帰ってきてるじゃん。さっきから削除しようと思えばできるよ。一回ホットペッパービューティー削除してさ、口コミも全部リセットしてさ、最初からやればいいじゃん。契約金払ってそれもできるよね。全部リセットするけどね、積み上げてきたもので。それができないんだったらお願いして待ってもらうのかっていうのも一つだよね。経営者としての判断して、どっちが正解。僕はします。北原さんの気持ちを。いいよ気持ちなんか。経営者としての判断しろよ。勝ちたいんだろ。 TTP すりゃいいじゃん。どっちだっていいんだって。そんなの別に迷惑なんて被ってないよ。俺の気持ちが踏みにじられただけ。俺が言いたいことは兄貴許せってこと。北原が声を上げるのは森井さんを追求したいからではなく、兄との関係を取り戻してほしい、その一心だった。どうだっていいよ。写真使うのか使わないのかとか気持ちは踏みにじられたけど、器がちっちゃいこと言ってんなよ。俺いくらでも待つっつってんだから。でも最善の努力しろよ。でも兄貴許せないとか言って言うな。もう兄ちゃん許したれよ。そんなつまんねえ人生生きんなよ。恨み合ったまま死んだってしょうがねえじゃん。起業を通して兄ちゃん許せるようになってみろよ。俺は金稼ぎを教えてんじゃないんよ。森井さんがね、1店舗だろうが10店舗だろうが100店舗だろうがどうだっていいんだよ。幸せでいてくれれば。兄ちゃんを恨み続ける人生は辛いぞ。間違いなく母ちゃん父ちゃんは仲悪いよりは仲あってほしいと思ってるよ。間違いなく兄弟2人よりも母ちゃん父ちゃんは先に死ぬぞ。その時葬式で会うよ。どうすんの、協力すんの、その葬式。最後に家族写真撮れるのいつよ。恨み合った写真じゃなくて笑って写真撮るのいつだよ。フォトペッパーはリセットしないで。そんなの経営者としての判断すべきじゃない。それはリセットはでかすぎるダメージは。だから経営者としての判断をしなさい。ちゃんとこれがさっき言った人としての判断と経営者としての判断をしなきゃいけない狭間です。経営者として生きなさい、はい、ね、経営者として生きようと思ったらこれから辛い選択毎回来る。人としての道徳を取るのか経営者としての判断を取るのかって毎回来る。今回は経営者としての判断を取りなさい。それは俺は許すから。だからあの時経営者としての判断をしたお兄さんを許せるような器になりなさい。これがちょっとだけ先に先輩として生きている北原からの助言です。森さんにとって、はい、すっげえいい経験だと思うよね。だってまっすぐなようでまっすぐじゃないところあるじゃん、はい、うん。俺らもそう。まっすぐなようなで、まっすぐじゃないところも絶対出てくる。まっすぐにいようと思ってても、まっすぐでいるってのは、難しいってことだけは、分かった上で、器をでかくしながら、これから出会う人、出会うこと、いただくこと、されてしまうこと、全部が、サンマの腹渡だなって思って、
食べれるようになっててもらいたいなと思ってます、はい、僕も散々味わわさせていただきました。だから正直いろんなことを笑って美味しいなって味わえるようになってきました。成長してください。はい、はい、もしね森井さんと本当にやるってなるんだったら、ちょっと株を握り合うっていうのはまだまだ危険だなって、未熟すぎるなってお互いにね思います。やるんだったら一回森井さんの会社を買わせてもらってキャッシュを入れて、株を僕の方が全部持った状態で100ゼロで社員としてやって、それに売上いくらだったらこれぐらい還元するよっていう契約書を締結して、その通りにプレイをしていくっていうのがまず一つで、それでこうなったら切ってくれていいよ、こうなったら北原さん切ってくださいっていう条件を先に明確にしていく。今の状態で株を握り合ってビジネスをされるような状態じゃない、お互いに危険だから、本気だったら一回社員になるぐらいの覚悟でおいで。わかりました。うん、正直どっちでもいいんだって。だって俺金持ってるもん、人生上がってるもん、森井さんとやってもやらなくてもどっちでもいいんだって。でも学びたいっていうんだったらね、強強でやったら揉めそうだな、そのサンマの花綿多分食えねえなって、今の森井さんだったらそれを黙って食えっつって、苦いけど黙って食えっていうような突きつけ方ができないのよ、北原さんに言われたら。だからね、憧れが強すぎるんだって。何を知ってるんだい俺の、俺が一番何を大事にしてるか知ってるかい？筋とか。そうだよ。じゃあ筋って何？生き方。違うよ、約束だよ、束。俺の中では約束だよ。入り口で出会った時の約束をどれだけ本気で守るのかって、これだけだよ。今ね、森井さんと始めるにはここで決めた約束が3年後覆える可能性が高すぎる。いいよ、趣味で時間とお金かけてあげてもいいよ、趣味でね。もうそういうのじゃないでしょ俺に求めてるのって。本気出すんで、北原さん時間くださいって話でしょ、はい、俺に何をくれるの、そしてそれが俺が価値を感じると思うかい？キャッシュじゃないのよ、もう会社を大きくする、本当に大きくしたいと思ってる、本当に俺が会社でっかくしたいと思ってる。僕はそういうふうに言っています。違うよ、一緒に飯食った時に笑える仲間が欲しいだけだって。だから食うのなんかダブチでいいんだよ、ダブルチーズバーガーでいいんだよ、なんだっていいんだって。じゃあその和を作った時に本気で気持ちよくダブチ最高っすねって言えるようなメンバーって誰なのかっていうと、本気で命燃やしながら挑戦して笑う時も泣く時も一緒でね、器をでっかくしてっていろんなことを許せるような器の持ってる人間だって、はい、やだよその輪っかに兄ちゃんずっと許せねえって言ってるようなやつ入れるの。兄ちゃんを許すつもりの挑戦をするんだったら応援します、はい、恨みが強くなっていくような挑戦はさせたくないな。ビジネスなんかどんなに頑張ったってね、死ぬ時は全てリセットされるよ、瞬間はね。うん、ビジネスでどんなに成功するよりも、ね、死ぬ時に兄ちゃん許してる時の方が多分幸せだと思うよ、はい、うん、金なんて金だもん、俺はね、金稼ぎを教えてるわけじゃないから、勝ち方を教えてるわけじゃないから、はい、学び方を教えてるつもりです。原理原則、はい、これだけ、はい、OK、はい、はい、じゃあやっていこう。すいません、はい、すいません、お願いします。じゃあ、はい、勉強したね。はい。勉強してこうね。はい。いいよ。ここ数年間で一番勉強になったでしょ。はい。はい。勉強してこうね。はい。じゃあ、ありがとうございます。ここで、事業相談は終了した。はい。じゃあ、森さん、ちょっとね、声張り上げたり、失礼な表現したと思うけど、ね、ちゃんとやってこうね。はい。人としても成長していって、ね、いろんな、苦いもの味わえるようになってきましょうね。はい、はい、ありがとうございました。すま、大丈夫ですよ、こちらこそありがとうございました。はい、じゃあ行きますね、ここまでで大丈夫です。ありがとうございます。はい、写真撮ってもらえます。ステージから降りていいですか。
ちょっと待って、ちょっと待って、ゴーイングメリーゴー、ちょっと待って、もう一回握手です。めっちゃ、はい、めっちゃ見たい。これちなみに、はい、これ動画に出ちゃっても大丈夫ですか？全然いいです。全然いいです。全然嬉しい。あの動画を見た、めっちゃ怒ってました。どうしよう、今日も怒ってきちゃった。どうしよう、どうしよう。さあ、ポルちゃん、はい、いかがでしたか？いや、なんか最初話聞き始めた時に、はい、こう兄に対しての憎しみがみたいなのがあったんで、強かったよね、はい、なんかどんな過去があるのかなと思って、そのまま話を聞いていくと、はい、はい、ちょっとまあ意外とブーメランで帰ってきてる部分もあったりして、そうでね、お兄さんが会社を作って、弟さんのね、森井さんを使って従業員としてビジネスモデルを作って回して大きくして、すごいよね、逆にやり手だよね、うん、もちろん森井さんの貢献力ってのはめちゃめちゃすごいと思うよ。でも結局森井さん抜けても会社発展してるじゃん。つまりは正解だったわけよ、経営者としてはね。もちろんそれは弟の森井さんからすると、このタイミングでね、こういう風になっちゃって恨みしかないってあるかもしれないよ。でも会社は伸びてってんのよ、うん、つまりは経営者としては選択正しかったわけよね。ってなった時に森さんそれを許せないと、うん、ね、でも森さんも経営者としての今回判断を選んだよね、うん、リセットされるってしんどいもん ね、うん、ね、でも俺は許すよ別に、うん、そんなのはいいよ、ね、どんなにビジネス成功したって死ぬ時は死ぬんよ、うんうん、どんなにさお兄さん憎んでても死ぬ時は死ぬんよ。ってなった時に幸せってなんだろうね、マジで難しいよ幸せって。俺がねビジネスで大事にしたいなと思ってるのは、何をやるかって大事なんだけど、どのメンバーでやるかなんだよね、うんうん、やっぱね、同性だったら好きなメンバーと笑いながら飯食って、その飯が最高だったらいいよね。じゃあ大事なのって何を食うかじゃなくて誰と食うかじゃん、うん、じゃあどんな人間と食うかってなってった時に、兄を許せないっていうままいてほしくないなって思うわけよ。まあ、今回彼はね輪に入れてくれっていう話だから、うん、幸せって難しいね、うんうん、あんだけこうはっきり結構まっすぐに北原さんにこう情熱というか愛みたいなのを語ってたところから、あのまっすぐで生きることって難しいっていうのはすごい僕の中には響いたんですけど、ね、一人の男としてだったらまっすぐ生きるのって簡単かもしれないけど、うん、経営者と、そして一人の男、うん、そして次家族っていう文脈が入って、子供っていう文脈が入って、そしてそこに弟っていう文脈が入ってってなった時に、いろんな見られ方をする。まっすぐってどの角度からっていう話なのよ、うんうん、森井さんのお兄さんは経営者としてまっすぐだった、うん、それだけだよ、うん、はい、いかがでしたか今日の動画。僕も勉強です。やっぱりね、あんなこと言っててカッコつけてたけど、あの写真見た時ね、正直腹渡に家繰り返った、うん、だけどね、おかげさまで腹渡に家繰り返ったけど、その腹渡を味わえるぐらいの男には、経営者にはなれたと思います。だからね、もう何とも思ってないよ正直。だから彼も成長してほしいなって思います。はい、今回はそういう動画です、はい、よかったら僕や森井さんにね、いろんな応援のコメント入れてやってください。いろんな意見が飛び交う動画になるかなって思ってますが、あの受け止めたいと思ってます。あとね、あのぜひ応援っていう意味で高評価の方とチャンネル登録してもらえるとすごく嬉しいです。あとね、もう一つ、あのよかったら概要欄に僕の公式 LINE あります。登録してみてやってください。で、経営者として起業家としていろんなこと動画で届けます、話してます。もう友達追加してもらえると動画が届きますから、はい、見てみて。で、起業家としての考え方ももちろんなんだけど、副業から始めてさ、事業を作ってさ、起業してさ、経営者になってさ、やっぱりいろんなこと体験してきた、できる限り届けようと思ってる。だから見るだけ見てみてよ、いろいろ味わえると思うから、よかったらお友達追加してやってください。そして会いにおいで、一緒に勉強しよう。ビジネスを通してなんか成長していきたいね、みんなでね、っていう回です。はい、お会いできること楽しみにしてます。みんなにありがとね。森井さん泣いてると思うから。泣いてた、泣いてたよね、泣いてた、多分今は震えてるかもしれない。震えて、会いたくて、会いたくて、会いたくて、消せなくて、消せなくて、ちょっと消せなくて、消せなくて、おい、ネタにすんなよ、面白いぞ。最後に森井さんに
今日の感想を聞いてみた。先ほど北原さんにアドバイスいただいた、これから経営者となっていくんであれば、まあまあ苦いものも食べていくようにならないと、まあ、育たないってアドバイスいただいたので、そこは本当にもう綺麗に入れ替えてしていこうと本当に思いました。今後、はい、森さんはこう森さんともそうですが、北原さんとこうどういう形で進んでいくかみたいなところも、はい、引き続きちょっと僕も見させてもらいながら、はい、ぜひカメラでも見させていただければと思っておりますので、はい、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。それではよろしくお願いします。北原と直接話すことで、人として経営者としての器の重要さや、自分が本当に向き合わなければいけないことに気づくことができる。森井さんが兄との関係を取り戻し、北原と共に事業を作るまでに成長することができるのか、今後も密着していく。